私の名前はパニコ、28歳の会社員です。今の会社に勤めて5年になります。入社したての時は右も左も分からず周りに迷惑ばかりかけていましたが、今では随分と仕事を任されるようになりました。やっと一人前と認められ、忙しいけれど充実した毎日です。そんなある日、私は上司の佐々木さんに呼び出されました。実は今度山川商事のご子息が我が社に入社することになって、申し訳ないけどパニコさんが教育係になってくれないかな。山川商事といえば我が社の有料取引先、山川商事の一声で我が社の将来が左右されると言われています。それにしても今の時代にもコネ入社ってあるんですね。なんか嫌な予感しかしないってパターン。私なんかでいいんですか？いや、むしろパニコさんにこそお願いしたいんだよ。さし、これはヤバいやつが来るってことかな。噂ではとんでもないご子息らしくて、パニコさんくらいじゃないと面倒見きれないだろって上からも推薦されてるんだよね。なんだか歯切れが悪いけど、でも私の能力が評価されているのは素直に嬉しいことです。と、とんでもないというと、なんていうか世間知らず、お坊ちゃま、勘違いやろ。あっちゃー、僕もなるべくフォローするからさ、一から鍛えてやってくれないかな。接遇満点のパニコさんならなんとかしてくれるだろう。実は私、マナーにはちょっとうるさいんです。学生時代からずっと接客業でアルバイトをしていたことが評価され、ここ数年はずっと新人教育に携わっています。そこまで言われたら断るわけにはいきません。できるだけ頑張ってみますけど。まあそういうわけで一つよろしく頼むよ。仕方ないとはいえ面倒くさい役割引き受けちゃったな。数週間後、例の子息くんが入社してきました。噂通り初っ端から世間知らずの傍若無人ぶりです。じゃーし、今日からよろしくっす。わーおー、すごいのが来たわね。マサトさんね、私が今日からあなたの教育係です。よろしくね。はあ、女かよ、もっと上の人とかいなかったわけ？なんだと？こっちのセリフじゃい。内心腹ばたが煮えくり返りましたが、ぐっとこらえて。はーい、社会では性別関係ありません。あと人と喋るときは言葉遣いに気をつけてね。それとこの部署は他の会社の人も行き来するから、素足にローファーはアウトね。シャツもきちんとズボンの中に入れてね。指輪とピアスも仕事中は控えようね。やれやれ、これまで社会人としてのマナーを教わってこなかったのかしら。ひどい、あまりにひどすぎる。はい、舌打ちしない、肺は短く。この人を教育って私にできるのかしら。この日から私の厳しい新人教育が始まりました。数週間後、私の口うるさい指導にもかかわらず、マサトさんは一向に進歩が見られません。服装はなんとかなったものの、言葉遣いは相変わらず。そして自分は山川商事の後継ぎ息子だと自慢して、社内の女性社員をナンパしまくってるって。私の元には早くも何件もの苦情が来ています。昨日はパート職員さんを見下して仕事のできないダメ社員奪われ、自分は一つも仕事できないのに、どっから来るのその自信。今日も清掃員の中村さんに嫌がらせをしているところを見てしまいました。おい、おっさん、邪魔なんだよ。俺が通ろうとしてるんだからさっさと避けろよ。まったく汚ねえな。その場を見かけた私は思わず大声を上げてしまいました。こら、せっかく掃除してくれてるのになんてこと言うの。だってこいつただの清掃員でしょ。何言ってるの、毎日綺麗に過ごせるのは中村さんのおかげでしょうが。謝んなさい。マサトさんは私の怒りを理解できない様子でキョトンとしています。いいんだよ、気がつかない私が悪かったんだから。
いいわけないです。中村さんは全然悪くないです。こら、きちんと謝りなさい。めんどくさやな。はいはい、すいませんでした。むっかー、舌打ちしない。はいは短く一回。私の言葉も聞かず、マサトさんは逃げるようにいなくなってしまいました。やれやれ、随分な新人さん預かったみたいで大変だね。本当に、もうどうしていいかわからなくて。私はすっかり途方に暮れてしまいました。佐々木さんも協力してくれると言った割には、山川商事のご子息だからな、自社に戻るまでなんとか穏便にやってくれよ、だって。でも我が社に入社したからにはうちの社員ですからね。給料をもらっている以上、それなりの仕事はしてもらわないと。私も教育係として中途半端は絶対に嫌だしね。なあパニコさん、俺もそろそろ営業に出たいっす。ちょっと何言ってるのこの人。まだちょっと早いかな。もう少しお勉強してからの方が。だって未だに言葉遣いはなってないわ。話し相手にマウント取るわで、とても社外なんて出せないですよ。だって毎日コピー取りとか書類整理とかばっかりで、もううんざりですわ。なんか俺の能力を全然活かせてないっすよね。はい、能力って何？こないだ書類を作らせたら誤字脱字だらけだったし、パソコン操作だって最初から最後まで人に頼りっぱなし。結局散々見下していたパート社員の人たちにいろいろと教わったみたいですが、お礼の言葉もなかったってみんな怒ってましたよ。外に出る前にさ、もっと学ぶことあるでしょ。電話応対だって未だにできてないし、書類作成だって途中でしょ。まずは人との付き合い方から勉強しようね。そう諭す私にマサトさんはふくれっ面で反論してきました。そんな仕事下っ端の連中のやることでしょ。俺は社外に出て広い人脈を作りたいんすよ。俺の言うこと聞いてくれないとお父様に言いつけてやる。お父様言いつける。社会人のセリフとは思えないんですけど。それはちょっと勘弁してほしいな。私はなんとかその場を収め、まだしばらくは社内で勉強するように言い渡しました。マサトさんは納得いかない表情で文句を言いたそうでしたが、こんな人外部に出せるわけないじゃん。どうしていいかわからない私は明日上司に相談しようと思いました。次の日の朝、私が出社すると社内には人だかりが。ん？何？どうしたの？そこにはマサトさんと年配の男性の姿。ああ、来た来た。お父様、あの女が俺の仕事の邪魔をするやつだよ。お父様からきつく叱ってやってよ。え？お父様？ああ、あいつったら父親連れてきたの？君かね、うちの息子に仕事をさせない上司は。はあ、仕事をさせないんじゃなくて仕事ができないの間違いでは。私が教育係をしておりますが、決して仕事をさせていないわけでは。なんだと？うちの子が嘘を言ってるっていうのかね。私が言っても父親は聞く耳持たずです。ああ、親父の方もそういう感じか。箸にも棒にも引っかからないって親なわけね。とんだ似た者親子ですね。おい、うちの息子をこんな弱小会社に預けたのが間違いだった。息子はもうここへ起こさせん。こちらとの取引も考えさせてもらうよ。マサトさんがいなくなるのは大歓迎ですが、取引がなくなるのは困ります。ちょっと待ってください。マサトさんにはきちんと順を追って仕事を覚えてもらおうと。ああ、もういいよ。一回の会社員が俺に偉そうに教えようなんて10年早いっつーの。うちのマサタンは我が社を担う男なんだから、もっと上の役職の人をつけるのが常識だろ。女なんか使えんだろ。うわー、この似た者親子、本当に非常識にも程があります。何が10年早いだ、何が女は使えないだ。
まさたんだ？んぎゃー！こいつらに世間の常識を叩き込んでやりたいものの、取引停止は困ります。なんとかして思い知らせてやりたい。そうこう考えているうちに、二人は私のことなんか無視して、さっさと歩き出してしまいました。ちょっと待ってください。私が声をかけても知らんぷり。人混みをかき分け、ずんずんと出口の方へ歩いています。タグ、俺の貴重な時間を無駄にしちゃったよ。お父様もわざわざこんな弱小会社を選ばなくても。すまんすまん。こんな会社とはもう縁を切っておくから。マサトンはもう心配しなくていいからな。バスちゃん！大声で喋る二人は目の前を掃除していた中村さんに気づかずに衝突。水の入ったバケツを蹴飛ばし派手にぶちまけてしまいました。うわっ、きたね。なんだよ、またこのおっさんかよ。邪魔だ邪魔だ。足の行き手を邪魔するとは。清掃員ごときがうろつくな。この会社は清掃員まで教育はなっとらん。自分たちからぶつかっておいて、その言い草はないでしょうが。頭に来た私が注意しようとすると、ああ、ずいぶんと威勢がいいようだが、口の聞き方も忘れてしまったのかな。先に中村さんが口を開きました。中村さんは私に目くばせをして黙っているよう合図してきました。どうやら二人はとうとう中村さんを怒らせてしまったようです。あらら、やっちゃった。それではあとは中村さんに任せて、私は見物させてもらいます。さて、二人には痛い目見てもらいますよ。いしし。お前、お父様に向かって何言ってるんだ。邪魔だ、どけどけ。はあ、貴様誰に向かって。あなたは。中村さんの顔をまじまじと見た山川社長、みるみる真っ青になっていきました。しばらくぶりだな、山川くん。40年ぶりかな。私が厳しく教育したつもりだったが、ずいぶんと偉そうに怒鳴り散らして、どうしたものかね。どうしてこんなところに。それもその格好。私がどこにいようが君には関係ないが、清掃員ごときとはどういう了見かな。清掃員も立派な仕事だと思うがね。申し訳ございません。こんなところに中村様がいるなんて。頭を床にこすりつけんばかりに平謝りの山川社長を見て、周りの人たちはみなあっけに取られています。お父様、なんでこんな奴に頭を下げるんだよ。貴様、お父様に何をしたんだ。吠えてますね。弱い犬ほどってやつですかね。お前やめなさい。この方はあの伝説の中村カンパニーの創業者、私の恩師だ。実は清掃員というのは仮の姿、中村さんは山川商事なんて目じゃない、あの大企業中村カンパニーの創業者なんですよ。引退して暇だからと勝手に子会社の我が社に掃除をしに来ているんです。まあ、このことを知ってるのは社員の中でもほんの数人なんですけどね。なんで私が知ってるかって、学生時代のバイト先の高級割烹で何度も接客させていただいていたので、もともと面識があったんですよ。それに中村さんはコレタの後輩なの。コレタが所属してる人類すべての願いを消化する神様ねじ巻き装置開発研究部会の第2期生なんだって。ちなみにコレタは第1期生で、ハンドルネームはカタストロフィーなんだとか。え、中村さんのハンドルネーム？確かケムだったような。あ、おっと、話がそれましたね。でね、私が中村カンパニーの関連会社のここに入社したのは偶然でしたが、入社式の当日に廊下でばったり会って思わず大声出ちゃいました。昔君が部下になった時教えたはずだけどな、どんなに偉くなっても写真忘れるべからずって。おまけに息子をコネ入社させて仕事をさせろだ、このたわけ者が。仕事の前に靴
口の利き方から勉強してこい。貴様も自分の息子のしつけも楽にできず、何を偉そうにしておる。さすが元経営者、やるときはやりますね。二人とも中村さんの怒号にビビって震えてますよ。こんなんじゃ会社の方も怪しいもんだ。うちとの契約は一旦白紙に戻してもらうからな。そんな、ごめんなさい。ほら、お前も謝るんだ。ごめんなさい。二人とも無様な姿。あんなに威張り散らしていたのに、どうしちゃったのかな。邪魔。もう一度初心に帰って、授業し直してこい。山川社長、雅人さんの手を引いて逃げるように帰っていきましたよ。後に残った私たちは拍手喝采。さすが中村さん、かっこいい。中村さんが調べさせたところ、山川商事は相当ずさんな経営をしていたようです。中村カンパニーが手を引いたら、他の企業もさっさと撤退。あっという間に倒産してしまいました。今まで散々偉そうにしていた親子二人は、周りの人にも見捨てられ、ボロアパートに暮らして日雇いの仕事をしているみたいです。二人してコンビニの面接に行ったけど、偉そうな態度は抜けないし、仕事できないしで速攻クビになったんですって。あの言葉遣いじゃ無理でしょうね。私はあの後も新人教育に携わっています。今度の新人たちはみんな素直で教育のしがいがありますよ。ああそうそう、中村さん、うちの会社の清掃員辞めるんだって。この会社では正体がバレてしまったから、明日からは別の会社で清掃員じゃ。中村さんたら、そろそろ清掃員も辞めてのんびり暮らしたらどうですか。この仕事はな、社内のいろんな情報も手に入るし、面白い噂話も耳に入って辞められない、止まらないじゃ。そうですか。ま、中村さんらしいですね。いしし。そうそう、帰ったらこれと先輩によろしく伝えといてな。来月の研究発表では、第2期生の天才学者が開発した消したり透けたり予知したりリセットしたりの装置を発表予定なんじゃ。はい。まあこれと先輩が開発した機械仕掛けのその手にゃ到底かなわんがな。そうなんだ。なんかいろいろ楽しそうな老後ですね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。